深夜特急。今でも忘れられない、とても怖くて不思議な体験。一年と半年ほど前になるでしょうか。私がまだ OL をしていた時の話です。毎日毎日、会社でのデスクワークに疲れて、帰りの電車では終着駅まで寝るのが日課のようになっていました。混んでいて座れない日などは、立ったまま眠ったりもして。その日は残業で会社に遅くまで残り、帰りの電車も終電近くで、人は数人しか乗っていませんでした。私は座席の一番端に座り、横の壁、手すりでしょうか。そこに寄りかかって、いつものように浅い眠りにつきました。ふと目を覚ますと、まだ電車は走っています。いつもの習慣で、終着駅前になると目を覚ますようになっている私は、もうすぐ着くかなぁと思いながら、前の窓に映っている自分の姿をぼーっと見つめていました。ふと目が覚めました。どうやらまた眠ってしまっていたようです。しかし電車はまだ走っており、おかしいなぁと思いつつ、携帯電話を取り出して時間を確認しました。時間を見ると、午前2時1分となっているのです。もうこんな時間？そんなことを考えていると、私の頭は徐々に冷めていき、それと同時に、体もさーっと冷めていきました。え、どうして？携帯電話をよく確認しても、確かに午前2時です。すぐに席を立ち、周りを見回してみると、誰一人いませんでした。電車はずっと同じ速度で走り続けています。とりあえず私は親に電話をしてみることにしました。この時私は実家に住んでいましたので。しかし、家に電話をしてみると、ただいま、電波の届かない。携帯を見てみると、圏外になっていました。決して地下鉄に乗っていたわけではありません。圏外？どうして？そこで私は、はっと気がつきました。車掌さんのいる一番前の車両に行けばいいんだ。急いで向かおうとしたとき、電車がスピードを落とし、駅に到着しました。半ば呆然としながら駅名を見ると、高倉駅。高倉？高倉かな。その駅のホームは田舎にあるような駅で、ホームには人一人いるような気配すらありません。周りは田んぼや山のようで真っ暗です。どこなのここ？私はどこにいるの？電車のドアがふしゅーと音を立てて開きます。降りていいんだろうか？こんなどこかもわからない駅で。どうしよう。高倉駅。聞いたこともないような駅名を前にして、いろいろと考えているうちに、ドアはまた音を立てて閉まってしまいました。そして、電車はまた速度を上げて走り出します。
あ、でも、変なとこで降りるよりかは、ちゃんと聞きに行った方がいいよね。私は急いで、最前方の車両に向かいました。何車両か通り過ぎましたが、人は一人も見かけません。なんで誰もいないの？お願いだから誰かいて。もうすぐ一番前まで着くだろうというところで、前の方にポツンと人が座っているのが見えました。人がいた。急いで近づくと、驚いたことに、まだ小学校低学年くらいの男の子で、何やら携帯ゲーム機に夢中になっているようでした。僕？私の呼びかけに子供は顔を上げると、一瞬目を見開き、驚いたような顔をして、何？と尋ねてきました。私、電車の中で居眠りしちゃって、今電車がどこを走ってるのかわからなくなっちゃって、どうしたよね。それでね、僕、今この電車がどこに向かってるかわかるかな。ふーん。お姉さんには悪いけど、どこに向かってるか僕にもわかんないよ。そっか。ただ、え？お姉さんは、まだここに来ちゃダメってことはわかるよ。電車の速度が、だんだんと下がっていきます。それ、どういうこと？もし、降りる場所を間違えたら、電車が停止し始めました。どうやら、また駅に着いたみたいです。外をちらりと見ると、四季草谷駅。なんて読むんだろうか。また聞いたことのない駅名。間違えたら何？あ、僕はここで降りなきゃ。ちょっと。男の子は開いたドアからホームにぴょんと飛び出し。たまにお姉さんみたいな人いるんだけどね。待ってよ、私も降りるから。それはダメだよ。でも、どうしても来たいなら、おいで。その時、私は心底ゾクッとしました。今まであまり表情のなかった男の子が、初めて笑ったのです。悪意で満ち溢れたような、満面の笑みで、似たっと。私は、金縛りにあったように、動くことも、声を出すことすらできませんでした。ドアは音を立てて閉まっていきます。ドアの向こう側、ホームに立っている少年は、ニヤニヤとして、私の目を見つめたまま、電車はゆっくりと動き始め、少年は私の前からいなくなりました。この時点で、うすうすは考えていたことがあります。けれど考えないようにして、必死にそれを否定していたんです。私は、死んでしまっているのだろうか。どこへ向かっているかもわからない電車。不気味な少年に、意味深の言葉。これは死後の世界。いつの間にか私は死んでいて、
気がついていないんじゃ。事故？病気？それとも、いや、こんなこと考えるのは予想。どうかしてる。私は生きてるわ。その時、静かな車内で着信音が響き出しました。私はとっさに自分の携帯電話を見ると、着信、父と出ています。お父さん。さっきまで圏外だった電波は、アンテナが2本になっていました。ピッ。電話に出ると。おい、今どこにいるんだ？まだ会社で残業しているのか？ずっと連絡がつかないから心配したんだぞ。お父さん。私は父の声が聞けた安心感からか、泣き始めてしまいました。どうしたんだ一体？あのね、お父さん。私は今までの経緯を一通り話しました。電車の速度が遅くなっていきます。また駅が近い。そうだったのか。けど、こんな時間に走っている電車なんて聞いたことないぞ。とりあえず駅に降りなさい。でも、降りたって場所がわかんないよ。お前の携帯は、確か GPS 機能がついていただろう。それから場所を調べて、迎えに行ってやるから。電車がタイミングよく駅に到着しました。ドアが音を立てて開きます。そっか、わかった。駅に降りるね。私は初めて駅に降りました。夏なのに、空気は冷たく、人の気配はありません。駅名は、ひどく看板が錆びれており、読むことはできませんでした。乗客はもう誰もいなくなって、電車はゆっくりそれでも走り出していきます。そしてあっという間に、遠くの闇へ消えていきました。お父さん、降りたよ。そうか。それじゃ一回切って、お前の居場所を調べるからな。動くんじゃないぞ。何かあったらすぐ電話しなさい。冷たい機械音とともに、父との電話は終了しました。家に帰れるという安心感と、父の声が聞けたため、私は心にだいぶ余裕を持つことができました。自分がもしかしたら死んでいるかもなんて、本当、私ったら何を考えてたのかしら。携帯電話を見ると、電池の残量が、残り2メモリになっていることに気がつき、すぐに携帯電話を閉じました。危ない危ない。電池がなくなって、電源が落ちたら本当に終わりだわ。またお父さんからの連絡が来るまでは、使わないようにしないと。ここで改めて、駅のホームを見渡してみます。誰もいる気配はなく、どうやら無人駅のようで。駅名板を見てみると、やはりひどく錆びれて、読めません。前の駅と次の駅については書かれていないようです。周りは見渡す限り田んぼや山ばかりで真っ暗。何もありません。寒いな。お父さんまだかしら。
でも考えてみれば線路があるんだから。最低それを辿っていけば大きな駅とか、少なくとも民家があるところには着くのよね。そんなことを考えていると、着信、父。父から電話です。お父さん？あ、大丈夫か？私は平気。それより、私がどこにいるか分かった？あ、それなんだけどな。どうやら、私の携帯の GPS 機能を使って調べてみたが、ポイントエラーとなってしまい、何度試しても分からなかった。なので父の方から警察に連絡してみることに。私は周りに公衆電話や民家がないか見てくれということでした。私が前の駅名、高倉、四季草谷を言うと、それも調べてみると言って父との電話は終わりました。周りを見てもやはり民家、公衆電話はおろか、街灯すらありません。電池の残りは一個。父は警察に電話するって言っていたけど、いたずらだと思われるかもしれない。駅名についても期待はできそうにないし、ちょっと歩いてみようかしら。せめて民家だけでも見つかれば、田んぼがあるんだから近くにはありそうだし。何分か悩んだ末、私は線路伝いに歩いてみることにしました。父にそのことをメールして、私は前の駅の方向に歩き出しました。1時間ほど歩いたでしょうか。民家は未だに見つけることができません。戻ろうかとも思いましたが、もう戻ってはいけない気がしました。時々後ろから視線を感じるのです。怖くて振り向けませんが、それよりも気になるのは、まだ前の駅に着かないことです。前の駅までは距離がそんなにはなかったはずなので、少し歩けば着くと予想していましたが、一向に着きません。この線路は永遠に続くんじゃないかとさえ思えます。もう疲れた。足の疲れに加えて精神的な疲労。一人という孤独感。私はその場にへたり込んでしまいました。家に帰りたい。お父さん、お母さん。どのくらいその場に座り込んでいたでしょうか。ふと気がつきました。遠くの方に光が見えます。なんだろう。だんだんと私の方へと近づいてきます。しばらくしてそれは、車のヘッドライトだと気がつきました。お父さん？私は立ち上がり、必死に手を振りました。お父さんじゃなかったらどうしようとも思いましたが、この際は誰でもよく、藁にもすがる思いで手を振り続けました。車は私のすぐ近くまで来て停止しました。間違いなく父の車です。案の定中からは父が出てきました。お父さん。私は思わず父に抱きついてしまいました。もう大丈夫だからな。父は私に優しく声をかけてくれます。私はこの時、本当に安心しました。もう家に帰れるんだ。
暖かい家に、と。寒いだろう。とりあえず車に乗りなさい。うん。父の車に乗り込み、父は運転をしながら、今までのことを話してくれました。あの後警察に電話をして、父は必死に話をしてみたけれど、やはりまともに取り合ってくれなかった。しかし、警察に頼るのは諦めて、再び何回も GPS 機能を試していると、一瞬だけ私の居場所が表示されたと。急いでメモを取って、地図を使って調べ、私のいるところまで来ることができたそうです。GPS が機能したのはその時のみで、それ以降は何回やってもエラーになってしまったそうですが、それで肝心の私のいる場所ですが、〇〇県のバツバツ。詳しくは伏せますが、甲信地方という場所だそうです。〇〇県は私が住んでいる隣の県です。電車に乗って隣の県まで来ていたということになります。それとな、お前が言っていた駅名のことなんだけど、あれはもう使われていない駅らしいんだよ。ずっと昔に廃線になっているんだ。私は今までに溜まった疲れからか、ひどく眠たくなっていました。そうだったんだ。あまり驚かないんだな。もう驚く気力もないよ。お父さんこそ私の言ってることを信用してくれてるの？信じるも何も実際にお前がいたからな。もしかして使われなくなった電車がまた人を乗せたくてお前を呼んだのかもしれないな。そうかもね。ダメだ、眠たい。私の意識は徐々に薄れていきました。うるさい音に目を覚ますと、携帯電話の着信のようです。私は寝ぼけまなこで携帯を取り、通話ボタンを押しました。もしもし？誰？お父さんだよ。やっとお前の居場所が分かったよ。今から迎えに行ってやるからな。は？え？何？だから、さっきお前の居場所が分かったんだ。向かうから動くんじゃないぞ。体が冷めていくのを感じます。横をちらりと見ると、確かに車を運転しているお父さんがいます。え？あれ？電源が落ちました。電池がなくなったようです。私はしばらく呆然としながらじっと隣の父を見つめました。お父さん。ねえ、お父さん？父は無言で、無表情のままです。窓から外を見ると、周りは木が多くなっていました。市街地に向かっているはずなのに、どうして？お父さん、どこに向かってるの？父は何も喋りません。黙々と運転をし続けているだけです。私は、そこで初めて重大なことに気がつきました。私の地元から、〇〇県に来るまでは、車を使っても1時間以上はかかります。
父が迎えに来てくれたのは、最後に電話をしてからだいたい1時間から2時間くらい。けれど、父は警察にも電話したって言っていたし、GPS を何回も試して地図で調べてきたとも言っていた。そんなに早く私を迎えに来れるものなのでしょうか。私の思い違い？それにしても、その時の父は明らかに変でした。お父さん、一回車止めて。え？早く、行かないと。俺のせいで。ゾクッとしました。それは明らかに父の声のそれではありませんでした。低くてうなり声のような。お姉さん、もし降りる場所を間違えたら。不意にそんなあの少年の言葉が脳裏をかすめます。私の前にいる父は本当の父じゃない。このままだと変なところに連れて行かれてしまう。逃げなきゃ、逃げなきゃ。私はそのことを一心に考え、車がカーブに差し掛かりスピードが落ちた折、意を決して車から飛び降りました。私が次に目覚めた場所は、病院のベッドの上でした。そこは市外の病院らしく、医師の先生に話を聞くと、山間部の方の車道脇に倒れていた私を通りかかった人が見つけ、救急車に連絡してくれたそうです。親に連絡をして迎えに来てもらい、私は今度こそ家路に着くことができました。不思議なことに、父に昨日のことについて尋ねたところ、何も知りませんでした。父は電話なんてしていないし、それどころか、私から会社に泊まるからと連絡が来ていたそうです。私が会った父は、誰だったのでしょうか。それに電話口の父や、あの男の子、無人の駅。結局のところ何もわからなかったし、これからもこのことについて知ることはないと思います。これでお話はおしまいです。私自身、こんなに長くなるとは思いませんでしたが、私の長く、拙いお話に付き合ってくださって、ありがとうございました。悪いエンゼル様。中学生の時、例に漏れずうちの学校でも、こっくりさんのアリューだと思うんですけど、エンジェル様というのが大流行して、私も仲良しの友人と3、4人で集まっては休み時間にやっていました。エンジェル様は50音と、はい、いいえのある紙を用意して、効果ではなく、鉛筆を向かい合って座った人間2人で持ってやる恒例ごっこです。流行りすぎて、おかしな体験をする人が増えてきました。授業が始まっても、鉛筆を掴んだ手が離れずに、ゴリゴリとひたすら円を描き続けて先生に叱られたり、紙にくっつけたままにしなくちゃいけないはずの鉛筆が浮かんで、見学をしていた子の手の甲を突き刺す事件があったり、でも自分たちのグループではなかったし、
クラスの恋愛事情なんてくだらないことしか聞かずにはしゃいでいた私たちは、その日も怖がることはなくエンジェル様を始めました。鉛筆を握るのが私と A、 見学と質問をするのが B と C。 最初はこの中に好きな人がいる子がいるかとか、たわいのない質問をしていたんですが、上記の事件が起きて時間が経っていなかったこともあり、 C がこの間 D ちゃんや F ちゃんたちのところにいらっしゃったエンジェル様はあなたですかと聞きました。答えははい。ここで4人とも顔を見合わせてしまいました。怖いというよりえって感じで、次にもう一度、あなたは悪いエンジェル様ですかと聞きました。答えはいいえ。私もみんなもほっとしました。なんだかいつもより手が疲れるから早く終わりにしたいなと思っていたので、ここでもしはいと答えられてしまったら長引きそうで嫌でしたし、次に B が C の質問を継いだ形で問いかけました。あなたはいいエンジェル様ですか。答えはいいえ。この瞬間、さーっと血の気が引いていくのを感じました。同時にキャッと叫んで、一緒に鉛筆を握っていた A が恐怖で鉛筆を離してしまったのです。すぐ私も鉛筆を離して、急に離さないでよとドキドキしながら A に怒りました。エンジェル様にも終わらせる時には決まりがあって、それをするまで鉛筆から手を離してはいけないことになっていたからです。その約束を破ってしまったことと、さっきの最後の答えが怖くて、4人で大げさに面白い話をして大声で笑っていました。そのうちに A がスクッと立ち上がって水を飲んでくると言いました。さっきまで大笑いしていたテンションから急に素に戻ったような奇妙な印象を受けましたが、私も他の友人も、あ、そう、と返事だけして、また話に戻りました。10分くらい経ったでしょうか。B が、ねえ、A 遅くない?と言いました。水飲み場は教室のすぐ外です。ちょっと水を飲んで帰ってくるなら3分もかからないはずなのに、まだ A は帰ってきません。トイレに寄ってきてるんじゃない?と C が言ったんですけど、さっきのこともあるし、なんだか気になったので、3人で様子を見に行こうと教室の扉を引きました。すると、目の前の水飲み場で A が蛇口に口をつける姿勢で腰をかがめていました。ああ、なんだ、まだ水を飲んでいたんだ、と少し安心して、A の隣に行って自分も水を飲もうとした時です。A の顔を見た私は恐怖で凍りつきました。A は口元に笑みを浮かべたまま、心底幸せそうな顔で水を飲んでいたんです。白目で。ええ?と、私は勇気を振り絞って、A の肩をつかみ、蛇口から顔を上げさせました。けれど A は白目のまま、無言でぐいぐいと、また水を飲もうと、顔を蛇口に近づけます。おかしいと気がついた B と C も手伝って、3人がかりで
蛇口から A を引き上がそうとするのですが、ものすごい力でなかなか離れません。その間も、A、ちょっと何やってるの？手離しなって、とみんなで叫び続け、私たちは半泣きになっていたんですが、突然 A が、お水、と恐ろしく甲高い声で叫んだと同時に、蛇口を掴んでいた手が離れました。あの時の声は本当に怖かったです。A の声ではないみたいでした。その直後、A は少しだけ気を失っていたのですが、正気になった時に話を聞いてみると、なんだか無性に喉が渇いて、水飲み場に行って水を飲み始めたら、それがすごく美味しく感じたんだそうです。で、自分でも驚くほどごくごくと飲んでいて、だんだん苦しくなってきたのに、水は美味しくて、飲むのをやめなきゃって思っているのに、体が動かなくなって水を飲み続けていて、その後は私たちに蛇口から引き上がされるまで記憶がないそうです。それ以来エンジェルさんをすることは二度となかったんですけど、今あの時のことを思い出して書いているだけで、心臓がドキドキして怖くなってきます。文章にしてみるとそうでもないかもしれませんが、理由も何もわからないので、ほんのりと怖い体験でした。曖昧な記憶。当時私は16、7歳でした。私は京都に住んでおり、私たちの友人の間では、夏休みを利用して、あるバイトが恒例になっていました。それは、仲間内では、天国のバイトと呼ばれており、とある寂れた駅の駅員のバイトです。今もあるので、固有名詞は出さないでおきます。持ち場は全部で3箇所あり、そのどれもが1時間に3本ほど観光客を運んでくるので、その前後5分以外は、クーラーの効いた駅員室で漫画を読んだり、ゲームをしたり、宿題をやったりと好き放題でした。それが天国と言われるゆえんです。他の駅員は定年退職し、職場を求めた食卓のおじいさんばかりで、今日はなんやしんどいですわ、などと言うと、孫ほども離れた私たちが可愛いのか、食卓さんたちは、それじゃあ、宿直室で休んできたらどうや？なんて言ってくれるほどぬるいバイトだったのです。それほど美味しいバイトが一般に募集されるはずもなく、このバイトは自然に毎年私たちの高校在学の生徒で埋め尽くされていました。バイトをしているものは3回目のバイト。つまり3年生を迎えると、次の年、そのバイトに入ることができる、選ばれた人が1年生から数人選ばれ、代々途切れることなく続いてきていました。当時のバイトメンバーは、ゆうくん、けいくん、えぬくん、Y 君、M 先輩、私の計6人。全員男です。M 先輩のみ3年生で、
残りの5人は2年生。その年には1年生はいませんでした。この出来事は、このバイトには直接関係はありませんが、このバイトをしている環境が問題でした。全国的にもその周辺は自殺が異様に多く、食卓の人たちから怖い体験話を聞かされたりしたものです。自殺した遺体が毎年必ず数体は発見されますが、その発見者はほとんど早朝から出勤している食卓の方々。私たちは8時9時頃からの勤務ですので、幸いにもそういった現場には出くわしたことはありませんでした。ある暑い日、私たちはバイトを終えてお疲れ会を開くことになりました。お疲れ会というのは別段変わったことではなく、単にバイトの後にみんなで雑談するだけのものです。バイトはシフト制で、終わるのが19時と23時の2種類。お疲れ会に参加したいけど早番だという場合は、4時間ほど持ち場で暇を潰して遅番の終わりを待つことになります。その日は珍しく6人全員が参加しました。今日は俺も参加しようかなというのが残り2人にも波及して、じゃあ何もないから俺もというふうに早番全員が残っていました。お疲れ会の場所は日によって異なりますが、その日は風情があるやろってことで、2本の川が合流して1本の鴨川になる中洲に降りて行うことにしました。中洲に降りるには2本の川にかかった2つの橋の間から川べりへと石段を降りていくとつきます。左右を川がさらさら流れた砂利の上で座って、いろいろな雑談をして楽しんでいました。 K 君と N 君、それから M 先輩はお酒が好きで、近くのコンビニで缶ビールも買い込み、少しだけ飲める U 君は付き合い程度、全く飲めない私と Y 君はジュースで、といった具合でした。当時、携帯というものは、まだ限られたビジネスマンが車の中でだけ使うという高価なもので、普及していたのはポケベルと PHS。今の若い方々は知らない方も多いかもしれません。基本はポケベルで、中にはピッチ、PHS を持って、ベルと共有している人もいる。そんな時代です。数字だけが入るポケベルから進化して、その当時は短いカタカナを送ることができました。街の公衆電話では、女子高生が高速でメッセージを打ちまくる光景をよく目にしました。11はあ、15はお、21はか、といった具合に入れるのです。川面で飲んでいた6人も、それぞれポケベルや PHS を持っていました。皆が談笑しているとき、M 先輩のポケベルが鳴り出しました。
他の皆は大して気にすることもなく話を続けていると。あれ？誰やろう？ M 先輩が言いました。どうしたんすか？誰かが尋ねると、M 先輩が自分のポケベルを私たちに見せてくれました。どこにいるの？そのメッセージを見た誰かが冷やかします。また、誰やろって。それは俺らが聞きたいですよ。と、ニヤニヤして言います。いや、ほんま心当たりないし。と、M 先輩が言った瞬間、手に持ってこちらに見せていたベルが、再び鳴りました。確認する M 先輩。いぶかしげな表情を浮かべ、私たちに見せます。私も入れて。どこって聞いておいて、入れてってなんやねん。意味わからんわ。と、M 先輩。彼女ちゃうんすか？いや、彼女おらんの。知っとるやろ。その時は大して気にも留めず、また雑談を再開しました。数分して、また鳴る M 先輩のポケベル。もう、誰やねん。と、また私たちに見せてくれたベルには、ないの？と。全員、は？と、苦笑してしまいました。すると、今度もすかさず、もう一度ベルが鳴り、どこにあるの？どこにいるの次は、どこにあるか？M 先輩は、わけがわからない様子で、呆れて鼻で笑っていました。ところが、ポケットにしまいかけたとき、また鳴ったベルを見た M 先輩は、一気に青ざめたのです。次は何すか？どうしたんですか？興味津々に聞く私たちに、M 先輩は何も言わずにベルを見せてくれました。私の頭がないの、とありました。皆に見せた後、M 先輩はいきなり怒り出しました。ちょ、お前ら、俺が霊感強くて、こういう冗談一番嫌いなん知ってるやろ。驚く私たち五人。誰やねん、こんなふざけたん入れたやつ。ちょ、もうええし、ほんまやめろや。まで言ったとき、またベルが鳴り出しました。M 先輩の真剣さと、もしかして、霊的なことなのか、という驚きで、五人も押し黙って、M 先輩が確認する様子を見守ります。確認した M 先輩は、と、引きつった笑いをすると、また見せてくれました。遊ぼうよ。見せながら、誰や？と、M 先輩は問いただします。お前ら、ピッチ持ってるやろ？それでこれを入れてるねん。わかってんねんぞ。そう言うと、
とりあえず全員ピッチここ出せ。発信履歴見るわ。と言い出しました。PHS からメッセージを送るには、メッセージセンターに電話をかけなければいけないので、発信履歴を見ると確認ができてしまうのです。俺ちゃいますよ。とみんな口々に言いながら、砂利の上に PHS を出していきます。全員が出し終わって、2、3人目の PHS を M 先輩が確認し、お前もちゃうな、と言った時です。またベルが鳴ったのです。全員の PHS がその場に出されているわけですから、その時点で全員の無実が証明されましたが、同時に何やら気味の悪いメッセージが、この6人以外から入ってきていることも証明されました。え？と言って、ゆっくり M 先輩はベルに再び目をやります。真顔で差し出してくれました。頭、探して。口々に皆気持ち悪がり。誰のいたずらか知りませんけど、なんや怖いっすね。うわぁ、めっちゃ怖い。レイヤ、レイヤ。ほんま誰やねん。と、少し興奮しつつ、6人が出した答えは、他の場所に移動する、でした。川の近くで、あまり人気がなかったから、という怖さも大きかったからです。ゴミを集め、6人は降りてきた石段に向かって歩き始めました。ピリピリピリ、ピリピリピリ、ピリピリピリ。また M 先輩のベルが鳴り出しました。全員 M 先輩のベルに群がってメッセージを見ます。どこに行くの？それを見た瞬間、全員、うわっとか、おい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 とか、これマジでやばいって、など、悲鳴を上げて走り出しました。石段を駆け上って、止めてあったゲンチャリにまたがり、一番に走り出した人の方向に従って、一斉にゲンチャリで逃げ出す6人。結局、最寄りの私鉄駅前まで行って、先頭が止まりました。駅前は、自動販売機や公衆電話の人工の光があり、皆ちょっとずつ平静を取り戻してきました。さっきのはやばかったな。俺、こんなん初めてやわ。ちょっと今日寝れへんかもしれんや。と、多少、まだ遊び半分だったのかもしれません。思いがけず楽しいハプニングが起きた、と。駅前の街路樹の枠に腰掛けた M 先輩が、しばらくしてみんなに言いました。あれは、ほんまにやばかったと思う。実は、最初からちょっと嫌な気はしてた。マジですか？などと皆がリアクションしているときに、また嫌な音が鳴りました。M 先輩は、勘弁してくれと言いながらもベルを見ます。そして一言、大丈夫そう。と言って見せてくれました。
どこに行ったの？みんな、見失ったんちゃう？と言い出し、一人が今のうちにばらけて家に帰ろうや、と言い出しました。一人で帰るのが怖いということもありましたが、ほどなくその案に皆が同意。各自げんちゃりにまたがって、ほなまた明日な、などと言って用意しているとき、再びベルが鳴ったのを聞いて、六人はぴたりと動きを止めました。ベルを確認した M 先輩は、帰るのは中止。移動しよう。と言いながら、ベルをこちらに見せます。見つけた。信号無視もしましたし、首にかけたタオルが風で飛んでも拾いには戻りませんでした。24時間空いている喫茶店を見つけ、駆け込んだ6人のうち、3、4人は震えていました。ドラマのようにわかりやすく震えているわけではなく、椅子に座ると膝がカタカタ揺れ、それがテーブルに伝わって、シュガーケースがコトコト揺れるような震えでした。移動している間に、どこへ行く？お前、頭がない。返せ。頭を返せ。と、次々とメッセージが入っていたそうです。もうすでに少し放心状態の5人は、それを聞かされても、そうですか、といった反応。確かにクーラーは効いていましたが、ほとんどの人間が、ここは寒い、とも言い出し、もうどうしていいかわからない状態です。1時間ほど喫茶店にいて、結局6人全員で、一番家の近い Y 君の家に行くことになりました。Y 君の家に着き、Y 君の提案で、仏間で雑魚寝することに。仏さんがいるから守ってくれるんじゃないか、という安直な考えでした。それが功を奏したのか、Y 君の家に入ってから、ベルはぴたりと止まったのです。ところが、さらにおかしなことが起こり始めました。ユウ君が言った一言。あれ？ K はどこ？K 君の姿が見えないのです。トイレかと思いましたが、トイレにはいませんでした。K 君は Y 君の家のどこを探しても見つかりませんでした。家の前を確認すると、彼のげんちゃりだけがありませんでした。あれほど怖い状況で、一人で無断で帰るとも思えません。不安になり、K 君の PHS に電話をかけましたが、誰も出ません。Y 君が、これは非常識とかを気にしている状況じゃないから、と、とりあえず、親御さんにいなくなった旨を報告するため、PTA 会員名簿で、K 君の自宅電話番号を調べ、自宅に電話しました。夜中の3時4時です。
しばらく誰も出ませんでしたが、やがて彼のお母さんが出られました。非常識なお時間にすいません。K 君と一緒のアルバイトをしている Y と言いますが。彼はそこまで話してこちらを見ました。ちょっと待ってね、やって。K、家にいるみたい。はぁ、なんやねん、あいつ。帰るんやったら一言言えや。と、みんな口々に愚痴ります。しばらくして、電話口に出た K と会話した Y が、私たちに言ったことは、あいつ、今日早番で、先に帰ったとか言うとる。全員顔をしかめて聞き返す。なんか、お疲れ会誘われたけど、今日は用事があったから帰ったんやって。確かに寝起きの声だったそうです。みなよくよく考えましたが、いたような、いなかったような、つまり記憶が曖昧なのです。存在感がないとかいう話ではないです。六人のうちの一人なので、いなければすぐわかるはずなのに、最初の川原から、Y 君の家に着くまで、誰もが K 君がいないことを感じていなかったのです。でも、どんなことを話したかとか、何か証拠があるかと言われれば、誰も言えない。ただ、確かに六人だったと、みんな記憶しています。顔見知りの男。ある心霊写真の番組制作をやった時のこと。同じチームに D さんっていう先輩がいた。ある日、視聴者から番組宛に送られてきた心霊写真を数人でチェックしていた。その途中で回ってきた一枚の写真。夜の路上。数人でガードレールにもたれて笑い合うその後ろ。ありえない場所に男の姿。30から40歳くらいの、顎のたるんだ中年男。そこまでわかるくらい鮮明に映っている。二重写しじゃないの？ありがちだよね。パンチ不足。確かに、外出っぽい印象だったし、一目見て怖いって思うような心霊写真じゃなかった。どれ？ D さんもその写真を手に取ってじっと睨みつけた。どうしたの D さん、それ使えそう？私の問いに D さんは写真を見つめたまま答えない。心なしか顔色が変わっている。これ、送ってきたの誰？スタッフの一人が封書の名前と住所を読み上げ、それを聞いた T さんは眉を潜めた。何？知ってる人？いや、初耳だよ。送ってきた人に心当たりはない。だけど、D さんは写真に写っている痩せ型の男の顔を指さしてこう言った。こいつに見覚えがあるんだ。間違いない。それって、知り合いの人の霊ってことなの？
そうじゃない。顔見知りの霊って、ちょっと違うか。いや、妙な話なんだけど。ことの起こりは、D さんがこの仕事を始めた頃、ある番組に送られてきた心霊写真だった。冴えない中年男の顔が、子供の足元の地面から、ぬーっと突き出ている。くっきりと映ってはいるが、アングルがありえない上に、顔のサイズも大きすぎる。D さんはその写真をモニター越しに見たのだが、その時は特に強い印象は受けなかった。二度目の出会いは、自身が制作に携わった番組のスタジオ収録でのこと。酒蔵の中で撮影された女性の背後、パイプの隙間の暗闇にぼんやりと浮かぶ青白い影。ズームされた瞬間、そこにあの男の顔を見た D さんは思わず声を上げてしまった。そして今回送られてきた写真、またもや忘れようもないあの顔がはっきりと写っている。というわけで、こいつの顔を拝むのはもう3回目なんだ。そういう意味では顔見知りって言えないこともないわな。3枚の写真は送り主もロケーションも撮影日もバラバラで、互いに何の接点もない。ただその場にいるはずのないある男が映り込んでいる点だけが共通している。そんな写真が3回も D さんの目に触れた。これは偶然なのだろうか。やっぱ偶然ですかね。さあな。ただ世の中に心霊写真がどのくらいあるかは知らないけど、俺はこんな心霊写真を他に見たことがないし、そんな写真があるって話を聞いたこともない。 D さんは何か文句があるなら言ってみろというような顔つきで私を睨んだ。で、何かあったんですか？何が？だからよくあるじゃないですか、霊障だとかなんとか。どうかな。体はどこも具合悪くないし、特に不幸なことってないしな。じゃあその男が D さんの写真に写っていたとかはない？覚えはないな。俺写真写り悪いから嫌いなんだよ、撮られるの。写す側にしてもそそられませんよ、40過ぎのむさい野郎なんて。悪かったな。つうかこの歳で独身ってのはこいつのたたりなのか。おい、あとはいつものように D さんの愚痴を聞く羽目になった。それからしばらくしてD さんに女の子を紹介することになった。とりあえず写真を見たいという先方の要望を伝えると、 D さんは写真の束を私に押し付け、適当に選んどいてくれとロケに行ってしまった。仕方なく私は D さんの適当な写真を選ぶという不毛な作業を進めた。写真を撮られるのが嫌いというだけあって、スナップ写真ですら数が少ない。パラパラと写真を送っていると、後ろからポンポンと肩を叩かれた。振り返ると番組の女性スタッフが坊さんを一人連れて立っていた。今いいかな、この人〇〇寺の住職さん。
ああ、はいはい。今度番組に出てもらうんで、打ち合わせに来てもらったんだ。ちょっと部屋借りれる？ああ、ごめん、ちょっと待ってください。席を立とうとして、坊さんの視線が、D さんの写真に向いていることに気がついた。この人は。ああ、番組のスタッフですよ。今はちょっと外出てるんですけど。ちょっといいですか？と断ってから、坊さんは写真の束を取り上げた。おかしな写真ですね。この人、大丈夫なんですか？眉間にシワを寄せて、そんなことを言う。どういうことですか？この人、写真の顔と実際の顔が違う感じがしませんか？ほら、これもだ。坊さんは D さんの写真を次々と机に並べる。言われてみればそんな気もしてきた。そうですね。あ、そういえば本人も写真写りが悪いって気にしてましたよ。そんなレベルじゃないでしょう。例えばこれ、別人の顔でしょう。そう言って坊さんは D さんの顎のあたりを指さした。だらしなくたるんだ顎。あれ？ D さんってどっちかというと痩せてる方ですよね。女性スタッフがすっとんきょうな声を上げた。確かに実際に見る D さんの顔はもっとシャープな印象だ。少なくともこんなに顎がたるんでいるようには見えない。何なんですかこれ。顔の下半分が別人と重なっているんですよ。ほら、この写真は鼻から下ですね。坊さんは手のひらで顔の下半分を隠した。すると実際の D さんの印象にぐっと近づく。で、これは目から上。別の写真の今度は顔の下半分を覆う。本当だ。こっちの方がしっくりきますね。そこで私はあることを思いついた。二枚の写真のカラーコピーを撮って、それぞれの顔の上半分と下半分を切り抜いた。それをつなげてみる。すると、例の中年男の顔が現れた。背筋が急に寒くなる。これって、生きてる人の仕業ですか？違います。例ですね。資料です。ここまで綺麗に重なっているのは、記憶にありませんが。坊さんはあっさりとそう言った。たまにあるんですよ、こういう現象って。写真写りが悪い時なんかは要注意です。要注意って、霊障とか、そういうのはあるんですか？さあ、わかりません。ケースバイケースでしょう。ただ、こうなってしまうと。そこで一呼吸置き、D さんの写真を指さした。何にせよ、もう、手遅れです。夜になって帰ってきた D さんには、坊さんとのやりとりは何も話さなかった。その後 D さんの仕事ぶりに変わりはない。ただ、紹介した女の子には、見事に振られたようだ。